ヤニック・ボラシエは、フランス・リヨン出身の、コンゴ民主共和国代表サッカー選手。チャイクル・リゼスポル所属。ポジションは FW。ヤニック・ボラシエ、あるいはヤニック・ボラシーとも表記される。同じくサッカー選手のロマナル・アルア、カゼン・アル・アルア、トレゾル・カンドル・はいとこ。フランスのリヨンにて生まれ、7ヶ月の時に、イギリスのロンドンへ移住。 16歳の時にラシュデンダイヤモンズ FC のユースチームでキャリアをスタートさせる。2006年から地域リーグに所属していたヒリンドン、ボロ FC でプロを目指すも、この頃はプロになる夢を諦めて大工になることを考えていたという。2012年、当時フットボールリーグチャンピオンシップに所属していたクリスタルパレス FC へ移籍。2013年、 チャンピオンシップのピエフェ年間ベストイレブンに選出される。2014年、アフリカ年間最優秀選手賞候補にノミネートされるも受賞は叶なわなかった。2015年4月11日、プレミアリーグ第32節、サンダーランド AFC 戦にて3点を決めて、ハットトリックを達成。2016年8月15日、エバートン FC に移籍した。 契約期間は5年。ロナルド・クーマン監督の信頼をつかみポジションを確保するが12月4日のマンチェスター・ユナイテッド FC 戦で右膝前十字人体を断裂しシーズン後半を棒に振る。2017年12月26日のウエストブロムウィッチ・アルビオン FC 戦でサム・アラダイス監督の下でスタメンに名を連ね1年振りの戦列復帰を果たした。 2018から19シーズンからマルコ・シルバが新式官に就任すると構想外となり、2018年8月25日にアストンビラ FC に1シーズンのレンタル移籍。2019年1月31日にビラへのローンを打ち切り、シーズン後半はベルギーの RSC アンデルレヒトで6ヶ月プレーした。2019年9月2日、 スポルティングクルーベでポルトゥガルにレンタル移籍した。2019年末に就任したカルロアンチェロッティ監督のもとでも出場機会を得られず、翌年10月16日にエフルチャンピオンシップのミドルズブラ FC へのローンでサインを交わす。しかし、移籍期限までに手続きが完了せず、この契約は認められなかった。翌年1月28日、同クラブへ、 シーズン終了まで期限付き遺跡となることが発表された。アフリカネーションズカップ2013に臨む今後民主共和国代表に招集されるも、この時は辞退している。その後、2013年に 2014FIFA ワールドカップアフリカ予選のリビア戦にて今後民主共和国代表ビュー。アフリカネーションズカップ2015に臨む今後民主共和国代表に選出され、 グループリーグのザンビア戦でゴールを決めたが、チームは3位で終わった。ありがとうございます。